どうも、みぞんこクラブの溝口です。今日の動画はですね、これですね、これ虹色シコン CBF1 のね、掘り出し、種親のサイズが 60.7 と 40.0mm のペアですね。5月8日にね、セットしました。もう2ヶ月ぐらい経ってます。なので卵じゃなくて幼虫ですね。で、幼虫はなんとかね、見えたんだけど、まあこれ小馬車の小さいやつなんで、そんなに爆散してないと思います。ということで、虹色クワガタ、シコン、掘り出し、行ってみよう。はい、逆さにします。よいしょ。で、はい、出た。予定ではね、10頭ぐらいかなと思ってんだけど、パッと見結構いるね。で、はい、じゃあこれにとりあえず入れていきます。本当はね、ライブでね、何頭かっていうクイズをやろうと思ったんだけど、スマホ1台だとね、読み上げながらやるのがちょっと厳しいんでやめました。はい、2頭、結構いるな、思ったより。3頭、結構そこそこ育ってるでしょ。3、4、思ったよりいるね。6、7、8、8、よいしょ、開いた。9、予定ではあと1頭。はい、10。はい、予定いったので、はい、これで終わりにしますっていうわけにいかないもんね。10、これで終わりでもいいんだよな。撮影の時はさ、あんまり明るくするとさ、画面がチラチラしちゃうからね、ちょっとね、光量を落としてるから、すごくね、実を言うと暗くて見づらいんだよね。11、もういないかな。これぐらいだったらちょうどいいかもしれない。楽だよね、大クワと違って。ザイの割り出しだと本当神経使うからさ。12、これで13と13、暗い。これはこうやってマットの掘り出しってめったにないからね。去年はギラファで1、2回やっただけで、あとは全部マットだから、マットじゃない、材だからね、大クワガタ。あんまりこういう場面ないでしょ。13で終わりかな。
終わるかな。うん、20とか30取れちゃうと困るからさ、それで小さめのね、卵薄い、ちょっと見えねえ、薄い、これは卵だとしても卵だ、卵、これはダメなんじゃない、なんだっけ、うん、20とか30取れちゃうと困るから小さめのね小場所にしたんだけど、正解だったかもしれない。なんかみんなねもう取れすぎて困ってるみたいなことよく言ってるから、ね、よし、しないね。いた、いないねとか言っていたよ。14、よいしょ、もうこれでいいよ、お腹いっぱい。いないだろう、いくらなんでも。それでさ、見落とすとさ、速攻だよね。速攻コメント欄でさ、見落としてますよとか言われるんだよね。今日は大丈夫だろう、これ。まあ、前回、天の子のね、メスを見落として、すぐね、言われちゃったもんね、コメント欄で、みんなに。あれはね、でも、編集してる時にね、気がついてね、動画上げた時にはもうちゃんと救出してたから、よし、もういないんで一度止めますね。はい、全部終了です。ですね、見直ししつつ小分けしました。それで見直ししてる時に1頭見つけたんで計15頭ですね。はい、15頭です。で、これ、1個だけね、卵があったんで、これは幼虫と卵、同居させました。さすがにね、いくら、ね、孵化しそうな、しそうもない卵でも、捨てるわけにいかないでね、現時点で。ということで、1玉の15ニョロでした。まあ、多くもなく、少なくもなく、うん、予定通りでした。これ以上ね、取れちゃうと、後々困るんで。はい。本日は、初の虹色クワガタ、シコン血統の掘り出しでした。次回は、まだ決めてません。ということで、本日の動画は以上です。バイバイ。バイバイ。